YouTube のアナリティクスにてこの動画を見てる人の約 40% が大阪市民であることが分かっています。無駄な抵抗はやめ大阪市民と大阪府民はチャンネル登録しましょう。ということで今回は大阪梅田周辺のビルたちを作っていきます。そして今作ってるのは大阪ステーションシティ周辺。大阪駅全体となると結構大きいので本格的な開発は別の機会にしようと思ってるんですが、今回は建物の大まかな形を完成させていきます。結構いろんな建物がまとまって一つの駅になってるみたいな面倒くさそうな形状になってはいましたが、その一つ一つはただのビルなので分解して作っていくと作りやすくなりますね。やっぱりこの屋根があると大阪駅って感じがしますね。続いて TKP ゲートタワービル。建物の中を阪神高速が貫通してることで有名なビルですね。これを作った理由は建物自体が特殊で面白いからというのももちろんあるんですが、それより阪神高速を作って環状族ごっこがしたかったという理由の方が大きいです。高速を全部作るのは大変なのでとりあえず取っかかりの部分をちょっとだけ作り、車も数台新しく作り置いてみました。環状族って今でもいるんですかね。続いてこちらのビル、梅田阪神第一ビルとかハービス大阪という名前で呼ばれてるらしいです。建物自体は見たことある方も多いと思いますが、名前は全然知りませんでした。梅田は結構複雑な形状のビルも多いですが、その中でもトップクラスに複雑そうな形状だと個人的に思います。複雑そうな建物も作ってみると意外となんとかなったなと思うことが多いし、この建物もそうなんですが、もう一回作れと言われたら絶対嫌なタイプの建物です。続いて大阪駅前第一ビルと第二ビル、どちらも簡単な建物なので二棟同時に作ります。この辺りは世にも珍しいほぼ斜めじゃない地域なので本当にありがたいですね。しかも建物のデザインもシンプル、個人的にはとてもありがたいです。そのまま大阪駅前ビルの第2と第4も作ります。これも同じようにシンプルなビルです。複雑なデザインのビルを一棟建てるよりこういうシンプルなビルを大量に作るのがすごく好きなのでこの辺は作ってて楽しかったですね。次は大阪モード学園の外区一帯。僕が日本で一番再現が難しい高層ビルだと思ってる名古屋の方のモード学園はすでに作ったので、これは全然簡単でしたね。名古屋のスパイラルタワーも西新宿の国運タワーもめちゃくちゃカーブがかったデザインなのになんでこれだけ直線的で作りやすいデザインなんでしょうか。この外区内にはもう一棟ホテルがあったんですが、それは撮影外で作りました。こちらは NTT データ堂島ビル。見た感じ建材は全体的に白っぽかったんですが、白で作ると白すぎて実際の建物に似てないんですよね。これマイクラでは割とよくあることで、場合によっては実際の建物より明らかに暗い色のブロックを使ったりすることもあるんですが、今回はクォーツ系の素材でも結構いい感じにできたのではないかと思います。ホテルモントレ大阪とその周辺の建物、1階の撮影で3棟も建物を建てたんですが、一度にいくつも建物を建てると疲れますね。まあ当たり前なんですけどね。この撮影ではビルとホテルを1棟を建てた他に病院も1棟建ててます。ここ5年くらい病院を作った記憶が一切ないので、これは結構レアかもしれません。というか都心の病院ってちっちゃいタワマンみたいな見た目なんですね。都心にあるものというイメージがなかったので個人的にはなんか新鮮でした。肝心のホテルモントレ大阪は時間が足りず撮影中に作りきることができなかったのでレンダリング画像を載せときます。続いて関電ビル。このビル複雑なように見えてめちゃくちゃシンプルなのでこだわりようがない上、このビルドンピシャの色がマイクラにないんですよね。なので実物に寄せるのがめちゃくちゃ難しいです。簡単そうと思われるようなビルがめちゃくちゃ難しかったりしますからね。まあ難しいというよりどうしようもないという言い方の方が正確ですかね。レンダリングしてみるとこんな感じ。夜景も作ってるので上の部分は本来シーランタンで光らせてるんですけど、昼間だと明るすぎて変なので光源はオフにしてます。個人的にはあまり実物に似せられなかったと思ってるんですがどうなんでしょうか。もうちょっとちゃんと作り込めばそれっぽくなるんですかね。レンダリング画像を見た感じだとテラコッタの面積を絞ればもうちょっと実物に寄せれる可能性がありそうです。こちらがザタワー大阪。よくある白っぽいタワマンですが、タワマンの中では結構高い方だと思います。大阪駅も徒歩圏内で自宅から梅田のビル群も眺められるというなんとも羨ましい建物ですね。一部屋だけちゃんと作り込んでそこに住もうと思います。作りました。ここが僕のお部屋。マイクラって楽しいですね。そしてついに梅田スカイビルの建築を開始。反射強めのガラス張りのビルで、これ系はガラス部分の素材を何にしても100点には絶対ならないんですよね。レンダリングなどでそれっぽくすることはできるんですが、影がないとやっぱり違うなってなっちゃうんですよね。まあゲームなので仕方ないです。もともと特徴的な形なので割と一発でそれっぽくなるかと思いきや意外と細部の作り込みをしないと雰囲気を出せませんでした。この建物は結構重要な建物でもあるので撮影外でもうちょっとだけ作り込みました。本当は完成まで持っていきたかったんですが、動画投稿が間に合いそうになかったので中途半端になってます。やっぱりフルで作るとなると時間かかりますね。屋上には展望台があり、今回の動画ではこの展望台から見た梅田の景色を再現しています。僕もここ実際に行ったことあるんですが、実物の方がやっぱり感動は大きいです。
続いて中之島大ビルと中之島フェスティバルタワーウエストを同時に作ります。フェスティバルタワーのイーストの方はまた別の機械に作ります。大ビルは建物全体の形状としてはシンプルなんですが、縦と横の線に結構立体感があるんですよね。そのため横線と縦線の両方を外側に配置するという僕は普段やらないようなことをしました。これはこれでゴツゴツしてかっこよく仕上がりますね。フェスティバルタワーウエストは外側の縦線の素材で結構悩みました。色的にはオークフェンス一択かなと思ったんですが、外壁素材に気を使うことに若干抵抗があったので泥レンガウォールにしようか迷った末、最終的にオークフェンスになってます。やっぱり重視すべきは色ですね。最後は阪神梅田ツインタワーズサウス。実は梅田の再現で特に大変だったことが一つあるんですよ。このビルの低層階が複雑だったとかももちろんそうなんですけど、そんなことより梅田って地下街がとんでもなく複雑なのでストリートビューが宇宙一見づらいんですよね。適当にタップすると大抵地下街に飛ばされるので地上のビルの観察どころじゃなくて大変でした。ちなみに僕は何回か梅田の地下街には行ったことあるんですが、同じ出入り口から2回以上出れた試しがありません。またこの低層階の建築中にツタを使おうとしたんですけど、このワールドは建築の都合上時間が早く進む設定にしてあるためツタが一気に増殖し始めて止められなくなったのでめちゃくちゃ焦りました。溶岩を使ってなんとか封殺できましたが植物って怖いですね。低層階は撮影外で作ってここまで進みました。このビルすごい昔にリクエストをいただいたような気がするんですが、そのリクエストくれた方は果たして今も見てくれてるんでしょうか。とにかくリクエストに応えないことで有名なこのチャンネルですが、偶然作る気が起きたらリクエストでいただいた建築を作ることもあります。まあ僕は僕が作りたいものを作るのでリクエストに応えることはほぼないんですけどね。梅田のビル群だけでも実はかなり広くてかなり大量の高層建築があるんですよね。大まかな形を作るだけでも一つの動画で作りきることはできなかったので、続きはまた梅北2期が Google Earth で立体化された時にやろうと思います。道路や屋上を作り始めるのはそれのまたさらに先。都市開発って大変ですね。この梅田の完成が見たい方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。幸運なことにいつも動画投稿してる金曜日までにまだまだ時間があるため、投稿までになんとか梅田スカイビルを完成させたいと思います。時間が余れば他の建築物もどんどん作っていきたいんですが、果たしてどこまで進められるんでしょうか。昔から気になってたんですけど、この梅田スカイビルの真ん中にあるロケットの発射台みたいなやつってなんか意味があるんですかね。ただのデザインとしてこうするのもなんかよくわからないし、かといって入れるような感じでもなさそうだし、何か知ってる方がいたら教えてほしいです。屋上なんですけど、見かけによらず結構複雑でちっちゃいポチョポチョがいっぱいあるんですよ。一つずつ作っていくのは結構骨の折れる作業です。まあ僕がこういう作業が好きじゃないからというのもあるとは思うんですけどね。とまあ大体このくらい喋ったらもう建築終わってるかと思ってたんですが、まだ全然終わってないです。建物の一面を仕上げる労力で別の建物に投できます。これはマジです。一つ一つ建物を完成まで持っていってるとマジで何もできないです。久しぶりにちゃんと建物を完成させようとして自分でもびっくりしました。他の建物とかも全然いっぱい作りたかったんですが、もしかしたらそんな余裕はないのかもしれない。これを書いてる段階ではまだわからないけど多分無理。けどスカイビルだけはかろうじて仕上げたい。頑張ってほしい。できました。あとは背面と地面を作ってさらに細かい部分の微調整を行えば完成です。完成のハードルを上げすぎてるせいで完成させることに興味がなくなってるみたいな節はあるかもしれないですね。でもそれ以上に僕は建物単体を作っているのではなく都市全体を作ってるため、建物一棟に時間をかけすぎてたら街がいつまで経ってもできないから、サクサク次の建物に進みたいんですよね。なので普段は未完成のものを次々量産していってます。ということで梅田スカイビルだけはなんとかほぼほぼ完成と言える段階まで持ち込めました。頑張ったのでチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。